瀬戸英泉協会協会学校マッチ売りの少女。マリーはお父さんとおばあちゃんの3人で暮らしています。おばあちゃんは病気のために一日中ベッドで寝ていました。おばあちゃんの好きなスープを作ったの。たくさん食べてね。おお、嬉しいね。とても体が温まるよ。おばあちゃん、早く元気になってね。マリー、私はね、もうそんなに長くは生きられないんだよ。今日はマリーにさよならを言おうと思っているの。え、そんなこと言わないで、おばあちゃん。マリー、大事なことを話すから、よく聞いてほしいの。窓の外を見てごらん。マリーが空を見上げると、たくさんの星が輝いていました。空の星をよく見てごらん。そのうちに一つの星がスーッと降りてくるよ。それがお迎えの合図なの。そうしたら私は神様のところに帰っていくんだよ。マリーは不思議な気持ちで空を眺めました。おばあちゃんとお別れをするのは嫌だけど、綺麗な星が迎えに来るところは見てみたいなと思いました。そうそう、マリーにクリスマスプレゼントをあげなくちゃね。え、プレゼントがあるの？一番下の戸棚を開けてごらん。うわー、かわいい靴。私が若い頃に履いていた靴だよ。マリーには大きすぎるかもしれないけれど、履いてごらん。ふわふわしてあったかい。おばあちゃん、ありがとう。その夜、おばあちゃんが話した通り、大きな星がずっと落ちていきました。そしておばあちゃんは神様のところへ帰っていきました。ある冬の日のことです。いつものようにお父さんが言いました。おいマリー、そろそろマッチを売りに行ってこい。お父さん、今日は雪が降っているからやめた方がいいわ。人も少ないし、マッチが濡れてしまうもの。つべこべ言わずに行ってこい。パンも牛乳も買うお金がないんだぞ。全部売れるまで絶対に帰ってくるんじゃないぞ。マリーはしぶしぶマッチを売ることにしました。けれども誰も立ち止まってはくれません。マッチはいかが？よく燃えるマッチですよ。ごめんね、家にたくさんあるからいらないわ。急いでいるんだ、またね。マッチは一本も売れません。そこに一台の馬車が突っ込んできました。あ、危ない。マリーは慌てて馬車を避けました。その拍子におばあちゃんにもらった大切な靴が道の真ん中で脱げてしまいました。おい、靴が落ちているよ。落とさなかったかい？どれどれ、うーん、これは高級そうな靴だな。町で売ってくるとするか。待って、それは私の靴なの。お前みたいな貧しいおちびちゃんがこんな立派な靴履いてるわけないだろ。じゃあな。なんということでしょう。マリーの大切な靴が取り上げられてしまいました。マリーは裸足で歩きました。しんしんと雪が降り積もっています。しばらくすると
どこからか香ばしい香りが漂ってきました。いい匂い、なんだかお腹が空いてきちゃった。マリーは通りの窓から家の中をそっと覗いてみました。ほら、ごちそうよ。温かいうちに食べましょう。わあ、おいしそう。さあさあ、みんなで食べましょう。おいしい。お母さんの料理は世界一だね。お母さん、ありがとう。マリーは悲しくなりました。お腹が空いて仕方がないのに家に帰ることができないのです。マッチが一本も売れていないからです。そうだわ、マッチを吸って温まればいいんだわ。マリーはマッチを一本こすりました。シュッ。すると目の前にパチパチと音を立てて燃える暖炉が見えました。ああ、暖かい。けれどもマリーが手を伸ばした途端暖炉は消えてしまいました。マリーはもう一度マッチをこすりました。シュッ。今度はごちそうが並んだテーブルが見えました。うわあ、美味しそう。どれから食べようかしら。けれどもマッチの火が消えてごちそうは消えてしまいました。その時どこからか美しいメロディーが聞こえてきました。そこは教会でした。ここでマッチを吸ったら何か見えるかしら。マリーはマッチを吸りました。シュッ。大きなクリスマスツリーです。たくさんのろうそくが輝いています。素敵、お星様みたい。マリーが触ろうとするとクリスマスツリーは消えてしまいました。けれどもろうそくの火だけは消えずにゆっくりと空に登っていきました。そして次々に星になったのです。すごい、こんなにたくさんの星が見えるなんて。やがて一つの星が長い尾を引いて落ちてきました。あの星、おばあちゃんが死んだ時にも同じように落ちてきたんだったわ。おばあちゃんに会いたいな。マリーはマッチをすりました。シュッ。するとどうでしょう、おばあちゃんが微笑んでいます。けれどもマリーが近づくと消えてしまうのです。待って、おばあちゃん行かないで。私もおばあちゃんのところに行きたいの。マリーは残りのマッチをすべて燃やしてしまいました。シュッ。ボー。マリー、いらっしゃい、一緒に行きましょう。うわー、おばあちゃんすごく暖かい。なんだかいい気持ち。やがて二人は光に包まれて空高く登っていきました。次の朝、マリーは教会の前で眠るように息を引き取っていました。おやおや、昨日マッチを売っていた子だね。かわいそうな子だよ、まったく。マッチで温まろうとしていたんだね。寒かっただろうに。町の人たちはマリーのことをかわいそうな子供だと思いました。でもマリーが今は大好きなおばあちゃんと一緒に安らかで幸せな場所にいることは町の人たちの誰も気がついていませんでした。イエス様はこのように
貧しくて忘れ去られたような人と共に生きるために、イエス様もまた同じように暗くて寒い馬小屋のような場所でお生まれになったのです。聖書の言葉。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ルカによる福音書2章6節から7節。